1Gs FE トヨタ 1Gs FE はトヨタ自動車が1997年から2017年まで製造していた V 型12気筒 DOHC エンジンである。事実上センチュリーシリーズ専用エンジンである。排気量は 5000cc である。最高出力は発売当時馬力に関するメーカー自主規制があったため280馬力となっている。基本構造は トヨタ自動車で長い実績のある既存の直列6気筒エンジンをベースにしている。変バンクの6気筒にトラブルが生じても残りの6気筒が機能して走行できるようになっている。ブレーキを含むその他の走行機器の多くにバックアップのための二重系統化が施されている。センチュリーが2018年の2代目から3代目へのフルモデルチェンジに伴い、 V8 のニ u r フズを使用したハイブリッド仕様に変更され、派生者で5両車専用の GZG51 型センチュリーロイヤルのみの採用となっていたが、2019年から5両者のベース車も3代目に変更となり、同年で本エンジンを採用する車種が消滅した。圧縮天然ガス仕様は 1G 図風型で、最高出力と最大トルクがやや低下している。 2003年に登場したが、2005年にカタログから姿を消している。ありがとうございます。